うどんこ病うどんこ病は、死脳菌のうどんこカビ科の潤滑物寄生菌による植物病害の総称。うどう、麦類、野菜などの重要な病害である。早く茎がうどんこをかけたように白くなる症状で他の病害と容易に区別できる。一箇所から始まり、広がるとともに分生子を形成して離れたところにも感染する。冬になると、 有性生殖を行って、黒い粒状での小実体を形成し、この形態で越冬するが、温暖地では有性生殖が起こりにくい傾向がある。後に、死脳核の内部には死脳と死脳胞子を作る。死脳核の表面には複雑な形の付属糸が生えており、これが分類の基準となる。うどんこ病菌の分生子は他の死状菌よりも、 豊富に水分を含み、しかも吸湿性が良いため乾燥条件でも発芽できる。他の四条菌と同様に、高湿度下でよく増殖する。しかし分生子は過剰に水を含むと膨張し、原形質膜が破れて死ぬことがあり、発芽率が低下する。英語では、パウダリーミルドゥと呼ばれる。単に、ミルドゥというと、ベトヤマイなども含めた呼び名であり、また、一般のカビを刺すこともある。 原因菌はうどんこカビ科に属する死脳菌で、その種類は植物種によって異なる。例えば、ありがとうございます。